皆さんどうもこんにちは、しおりです。こんにちは。今日は、もうめっちゃずっと気になってはいたんだけど行けてなかったお店に行ってきたいと思います。もう腹ペコ状態で挑むそんな場所となっております。みんなに有益な情報になりますように。はい、そんなね、もう超楽しみにして限界空腹状態で向かっているのは、もう安すぎてどうしましょう、食べ飲み放題のお店です。もう本当に安すぎてね、このお店のキャッチコピーを最初に聞いた時はもはや怖いと言いましょうか、恐れおののくような感覚を感じたのを覚えておりまして、また来ちゃいました。大迷宮池袋。池袋が苦手という割には最近もっぱら池袋率高い私ですが、これぞいやよいやよも好きのうちですかね。で、この東口にお店があるって聞いてたんだけど、このね、表示でさえ疑心暗鬼になっております。本当に左に行っていいのだろうか。まあ、こうやって疑ったところで他に信じられる道がないので、それに従う術他ないのですが、しかし今日はいつもの私とは違いました。西部の中を通るという選択、これが見事功を奏しまして、無事首都と合流。そしてやってきたのは鳥貴族ではなく、その上のおすすめ屋です。いや、もうこれがその私が恐れおののいたキャッチコピーですけどね、なんと120分2000円70種以上食べ飲み放題というこのパワーワード、パワー、そんなおったまげちゃう内容はこちらとなっております。きっとね、みんな気になって仕方ないだろうから静止画でじっくりご覧ください。で、店内はこんな感じ。綺麗だよね。清潔感花丸。おいだら席に着きまして、店員さんから軽いルール説明みたいなのをねしてもらえます。ざっくり言うと2時間2000円3時間でなんと2800円。もう破格すぎて価格崩壊って感じなんですけど、今回は無難に2時間の2000円ポッキリ食べ飲み放題楽しんでいきたいと思います。ってことで乾杯。初手はやはり HB。 ささ、それではお料理1道目、ちょっと軽めからいきましょうかね。なんとメニューにお刺身までありましたよ。正直さ、70種類食べ放題とか言われても、まあ、2000円の範疇の食べ放題なんだろうなっていう、なんていうんですか、そこまで期待してなかった自分いるんですけど、その感覚をはるかにいい意味で裏切られる、そんな内容でしたね。このエリンギバターステーキみたいなやつも超美味しかったな。もうこの食べ飲み放題、自分でもビビるほど食べて飲んだので、パッパがパッパが次へと行きたいと思うんですけど、ここはジョッキは交換制で飲めます。これ今2杯目だね。で、お食事の方は1人2皿までワンオーダーで頼めるので、だから4人で来たら死にが8
ハーチェサラまで頼みますが、特にねお皿は交換制じゃなかったからまだ物が残ってる時でも次の頼ませていただきました。めちゃくちゃすごいこれ、宴会に行ったり、そんなこんなコンロがやってきましたね。なんとこちらお鍋すら楽しめちゃうんです。いいんですか？もつ鍋と鶏鍋っていうので2種類鍋はあったんだけど、今回はもつの方にしてみました。でこれがかわいいかわいいフォルムのニンニク丸揚げ、もうこれはねこのあとデートだよっていう人は絶対食べない方がいい。もう芳醇な香りが次の日まで残っておりました。ただめちゃくちゃ美味しいので、私みたいに予定ないよって方は頼んでみて。スタミナつけてこ。でまたこのもつ鍋がね普通に超美味しくってだな。もうこんなんさ学生時代の時にあったら私通いまくってたと思う。特に飲み会の時に幹事さんがこういうお店知ってたらもう幹事も楽できるし、呼ばれてくる人も安くて嬉しいし、ほんとかゆいとこに手が届くみたいなお店ですね。あ、それでここデザートの種類も豊富なので甘いしょっぱいのループ叶えられちゃいますし、このカステラですね、これがまあ美味しくて3、4回頼んだ。私ここ17時の開店直後に予約してて、入れてるんですけど、もう19時前にはほぼ満席。ぜひ皆さん行くときはねちょっと早めがいいかなと思われますが、そんなこんなラストオーダーのお時間でして、慌てて最後のドリンクと、締めですね、締めまで楽しみます。もうこの日は2人で11杯ぐらいしこたま飲んで、ラストはノリに乗って日本酒と鬼の糖質攻め締めたいと思います。もうここまで安いといつもはこう元取ってやるぞってなんだか姑息な考えになってしまう私ですが、逆にこんな頼んでしまって大丈夫かなとさえ恐縮してしまう、そんな内容でした。やっぱりいくら食べて飲んでも2000円ぽっきりっていうね、こうどんな相手でも気を使わずに好きなもの好きなだけ食べれるっていうのがとってもチャームポイントなんじゃないかなという結果で、とっても大満足な食べ飲み放題でした。いやー、あれは本当に大人数で飲む時とかは神的に重宝しますね。一人飲みってすごい楽だからしょっちゅうするんですけど、ああいうお店で大人数で飲むっていうのもありかなーなんていうふうに思います。ぜひね皆さん予約必須だと思うので行ってみてください。感想お待ちしております。ということで今日も最後までありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。じゃあのー。